진짜. 今やさみのシンガーソングゲーマー、皆さんこんにちは。今やさみの SSG、 今回で213回目を迎えましたけれども、本日はついにバースデーライブ当日です。パチ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 、本日は2日間ありますステージのうちのブルーステージということで、リアルタイムにね聞いてくださってる方は今日この十数時間後に本番を迎えることと思いますけれども、まあ、皆さんはひょっとしたら中にはね物販買いに行くよなんて方はお昼くらいからね並んでくださる方もいるのかなと思うと、もうすぐですね。いやー、準備期間結構あったと思ってたんですけど、本当にあっという間でしたね。まあでもいろんなことやりながらこうライブに向けての準備をしていたので、本格的に準備が始まったのはおそらく3週間ぐらい前からという、5月入ったぐらいから本格的に準備の方がこう私の目の前で始まり始めたって感じだったんですけどね。もちろんスタッフさんたちは事前にかなり前から本当にいろいろな仕込みをしてくださっていたんですけれども、はい、というわけで今回バースデーライブということなので、今回も私への誕生日プレゼントが、ただ個人的自分へのご褒美プレゼントが用意されておりますので、そちら皆さん呆れずに楽しみにしていただければと思います。もちろんね2日間全然こう色の違ったライブになると思っておりますので、どちらを見に来ても楽しんでいただけるように頑張りたいと思ってますが、まずはブルーステージということで、まあでも誕生日、もう私の時間軸ではもうそろそろ誕生日というぐらいなんですけれども、その間にもまだまだ皆さんからですね誕生日おめでとうメールが先週に引き続き来ておりますので、今週もちょっとだけ紹介させていただきたいと思います。六匹さんです、ありがとう。ミンゴさん誕生日おめでとうございます、ありがとう。大切な方の誕生日をお祝いするというのは大変胸が躍るものですね。思わず舞い上がる気持ちを抑えきれない私を見て呆れる彼女の視線は痛いのですが、まあそれはそれとして舞い上がったままお祝い申し上げます。これからの1年も元気に可愛く頑張ってくださいねと。彼女がいてなんだよね、その時点ですでにねもう本当にふんだいやでも舞い上がってくださるなんてありがたいことですけれども、六七さんでも気をつけてくださいね。私の誕生日より彼女さんの誕生日を一番祝ってあげてくださいね。続きましてこちら、プリラさんありがとう。ミンゴスこんにちは。こんにちは。投稿日としては少しまだ早いのですが、お誕生日おめでとうございます。間に合ってます、大丈夫です人から祝われるのはいくつになっても嬉しいものですよね。おそらくたくさんのおめでとうメールが来て全部読むのは大変だと思いますが、私たちは基本的にメールなどを通してしかお祝いできないので、軽くでもいいので目を通していただけると嬉しい限りです、もうここを読んだ時点でこのメールは読もうと思いました全部目通してますよ。またバースデーライブにも参加する予定なんです。とっても楽しみにしています。ただ一つ不安なことがあるんです。落としたフリラさん、先日職場の上司から5月26日にとても重要な作業があると通達されてしまったんです。休日出勤は慣れているのでいつもなら2つ返事で引き受けるのですが、もうチケットもホテルも取ってしまっており、さすがにこの日はダメなので誰か代わりを立ててくれと上司の方に断りを入れました。ですが上司もなかなか認めてくれず、私もその日は諦めかけていたのですが、次の日になってこの日だけは勘弁してくださいとなんと土下座をしました嘘上司にフリラさんが、その日一体何があるんだと上司からは詰問されてしまいましたが、なんとか当日休むことを認めてくださいました。幸い周りには誰もいなかったのですが、ガチな土下座ってかなり恥ずかしいものなんですね。仕事を引き継いでくれる人が見つかって本当に休めるかすごく不安ではありますけれども、ライブに参加できた際には会場でもみんなと一緒にお祝いさせていただきますよ、それではと。うわー、26日だからオレンジステージの方に来てくださるご予定ということですが、いや来れてるといいな。でもどうしてもっていう時はしょうがないと思う。ね、皆さんのこうお仕事がやっぱり私も大事だと思っているのでね、ただ来れてると嬉しいなと思っているので、本当に来れたかどうかぜひその後のメールお待ちしております続きましてヤマサムさんです。どうもミンゴス、おはこんばんちは。
いやすごい、私ちょうど昨日ドクタースランプあられちゃんの7巻を読みながら眠りについたよ。まずはお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからの1年もっと可愛い36歳としてますますの活躍をお祈りしております。さて先日の合同イベントの後に母方の祖母に会いに行ったのですが、その移動の際に乗ったタクシーの運転手と何気ない世間話をしていた中で、いやー年を取ってくると誕生日は自分が祝われるよりも自分を産んでくれた親へ感謝する日に変わっていくんだよなと、その運転手さんが言っていたのが印象に残りました。そこでミンホスは誕生日に何かご両親に親孝行したことはありますでしょうか。そうそうバースデーライブ楽しみにしていますといただきました。私誕生日が母の日にすごく近いんですよ。なんで結構毎年まとめてね、お祝いなんかしてますけれどもね、先日そういった母の日的なこうブログを書いたりもしましたけども、皆さんご覧いただけましたでしょうか。開業がねちょっとうまくできてなくて読みづらかったと思いますが、なんと放置しております。家に帰って PC で見た時にわこれ読みづらって思ったんだけど、後で直そうと思って今日に至るって感じなんですけどね、そのうちこっそり直ってるかもしれません。そっかそっか、でもそうかもしれないですね。私もなんか自分が祝われる、ちっちゃい頃はもちろん祝っていただくのは楽しかったし嬉しかったんですけど、年々やっぱりねこう自分の中で変遷があるんですよ、不思議なもので、10代前半くらいまではやっぱり誕生日は嬉しかったかな。必ずねうちではコロッケが出てたんですけれども、兄の誕生日の時にはステーキだったんですけれども、私の誕生日の時にはあさみちゃんの誕生日はコロッケって言って誰よりも私が喜ぶっていうね、今でもねお正月とか実家に帰った時にはコロッケでね、もう特別の日は必ずコロッケなんですけどね、プラスケーキがあったりとかしてこう祝ってもらえてるななんて思いながらね、こうニコニコしてたのよく覚えておりますけれども、まあ二十歳過ぎたあたりぐらいからあんまりこう率先して私誕生日イエーイっていう空気にはだんだんならなくなっていったような気がするんですね。おそらくこれは女性特有の感情なのかななんて思うんですけど、皆さんの周りの女の子や聞いてくださってる女性の方はどうですかね。特にね25前後が一番ねとてもね憂鬱な時期でしたね。今になってみればどれもこれも同じなんですけれども、やっぱりこう10代から20代に変わって大人の責任というものが発生し始め、こうね20代前半はまだ青春青春って感じだったんですけれども、25過ぎたあたりで割とね女性は体がガクッとこう変わってくるって言われている年頃でもあるので、やっぱ誕生日前後で精神的なものは相まってねどんと体つきが変わったりするんですよ。私もそれまで割と発育が遅かったものですから少女のような体験をしていたんですけれども、25ぐらいから急になんか女らしい体つきといえば言い方はいいんですけど、まあ、いわゆる脂肪というものがつき始めてきたのが大体このぐらいでしたかね。それが嫌で一回すごいダイエットをしたりとかしてギュンって痩せたりなんだりをするんですよ。大抵の方はそうだと思うんですけど、私も25ぐらいか28ぐらいでそういうのが来たと思うんですよね。あ、体つき変わったなって、人よりちょっと感覚が遅かったので、やっぱり28ぐらいだったと思うんですけれども、精神的にはやっぱ25でわし社購入したら30だよなんて思った時期でもあったのでね、その頃誕生日何それ美味しいのってなる時期が来るんですよね多分。で30過ぎると途端にねなんか誕生日どっちでもよくなるっていうか、結構私ナイーブな人で20代の頃とかは4月前半ぐらいからちょっと憂鬱な気持ちになるんですよ。でずっと私これ5月病だと思ってたんですけど、あ違う、これ誕生日を前にして少しなんか自分のことを思い返したりとかして、こんな自分まだ大丈夫なのかなって思ったりなんだりして反省なんかが入ってきちゃって、ちょっとなんか気持ちが落ち込むみたいな時期なんだなっていうのにある時気づいたんですよね。なんで、まあ、30過ぎてからそういうのがさーってなくなってね、楽しい楽しい春の陽気をね満喫したらね、この時期ずっと眠いんです。4月5月は眠くてしょうがないっていうね。なんかそんな変遷を経ているのでね、こう自分の誕生日祝うっていうのはこのライブを始めてからですかね。やっぱり
1回目のライブは全然祝えなかったんですよね。ご存知の方も多いと思いますけれども、誕生日祝われたくないってダダをこねた結果、バースデーライブかっこ仮が取れないまま当日を迎え、その時にハッと気づくっていう、ちょっとダサいなっていう風に気づくっていうね。で、翌年から素直に受け入れようという風に思うようになったので、やっぱりこの年になってくると素直っていうのがキーワードになってくるんだなっていうのは最近ね、富に思いますけれども、そうですね。じゃあ私も今後は5月16日は両親をお祝いする、こう日にちだと思うようにしようかな。とてもいいような気がしますね。ぜひ皆さんもやってみてください。特に女子はね、気にしてる方多いと思う。はい、じゃあこちら、おのぼりさん、今井あさみ様お誕生日おめでとうございます。誰かの誕生日を祝えることはとてもいいことだと思う。あ、そうなんだよな、誰かの誕生日はすっごい楽しい。私も人の誕生日のプレゼント選ぶの大好きだもん。それだけで人とのつながりを感じられますから、遅ればせながら今年のバースデーライブ参加いたしますよ。仕事の都合上5月26日のみですが、なんてこったい。バースデーなのであさみさん自身が楽しめればそれだけで十分楽しめます。ライブまであと2週間弱ですが、お体を大切に。そうだね、あと2週間弱だよ。私も改めまして岩手の地よりお祝い申し上げます。ということで、岩手から来てくださるんですね。気をつけて来てくださいね。最後、にっこりボタンさんです。今井さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。仕事中ですが毎週楽しく配置をしております。さて、ずっとライブやイベントなどに行けなかった自分ですが、今回26日のバースデーライブ2013の方に行けそうな感じなので、チケットの二次選考受付にて購入いたしましたよ。恥ずかしながらライブといえば、遠い昔に菊池桃子さんのコンサートに行ったっきりで、まるで修学旅行を数週間前みたいになぜかドキドキしています。私も今この菊池桃子さんという言葉を見てすごく妙にドキドキしてしまいました。何年前に行ったんだろう、にっこりボタンさんは。今もでもやってらっしゃるのかしら、菊池桃子さんって。太田はあまり歌ってるのはね、拝見してらっしゃらないですけれども、ひょっとしたらそういう活動もされてらっしゃるのかしら。ちょっと情報がなくて申し訳ないんですが、今までラジオで聞き流していたサイリウムの色などを慌てて調べているところですよ。とりあえず三原色の赤、緑、青、白を用意しようかなと思っています。当日は学生時代に戻った気分で楽しんでくれると思ってますよ、ということで、ありがとうございます。まあ、これはちょっとしたアドバイスなんですけれども、1日目は青、2日目はオレンジがあるといいんじゃないかな。そりゃそうだそうですね。でもサイリウムって本当に皆さんがすごく頑張ってやるものでもないっていう風にも思ってますので、聞きたいなと思ったらぜひ聞いてみて、歌の方にね集中していただいたりとか、演奏家も今回ね今までと配置も変わっておりますので、今まで来てくださった方もこう見てて楽しめるようなね感じになってると思いますので、そちらも注目していただきたいですし、ダンサーさんもねがっつり踊ってくださっていると思いますのでね、そちらも注目していただきたいと思ってるんですが、なんならサイリウムとかどの色振っていいか分かんないなんて時はね、周り見て、あ、この色振ってるなと思った色を手に持ってもらって、顔のあたりに持っていただくだけでも十分ですからね。ずっと振らなくて大丈夫ですからね。確かに揺れたりとかすると、映像的に後で見た時になんかやっぱり皆さんがこの映像をね作り上げてくださってるっていうのが本当によくわかるので、プレシャスサウンズの映像とか見ててもすごく思うんですよね。皆さんがね音に合わせてわーって言って振ってくださる、まるで波とか風のように見えてくるんですよね。そういったのもあるので、そういう風に演出をね一緒に助けてくれるっていう部分もありつつ、疲れちゃうと思うんでね、ただただ持ってるだけでもすごくいいのかなって思ったりしました。ちなみに先日渋谷公会堂さんの方に、某女性声優さんのライブを 見に行かせていただいたんですけれども、その時にサイリウムを関係者の方席の方をいただけましてですね、それをもらってですね、それをパキンって割ってふーって振るのすっごい楽しかったんで、あ、みんなこんな感じなんだって思いながらやったりとか、あと聞き入りたいバラードの時はもうずっと顔の前に持ってたの。それだけでもきっと向こうから見えてるかなって思いながら持ってたんでね、皆さんお疲れになると思いますので、体力と相談しながら参加してみてくださいね。あ、でも本当参加するとね楽しいなって思いました。初の方もぜひこの機会にね、サイリウムなんかも販売しておりますので、しかも電池式なので色が薄くなったりしないので、とても経済的でございますので、お求めいただければと思っております。さあさあ、今日のブルーステージ頑張りますよ。ぜひ皆さんも応援しててくださいね。それでは次のコーナー行く前に CM です。どうぞ。今井あさみの10枚目のシングル Dear Darling が好評発売中です。タイトルチューンの Dear Darling を含む
3曲入り CD になっています。あなたの笑顔にあと3センチ。可愛くて元気な楽曲に仕上がりました。ぜひ聴いてみてくださいね。今井あさみの3枚目のアルバムプレシャスサウンズが絶賛発売中です。2012年、私の音楽活動がたっぷり詰まった音のあふれる素敵なアルバムになりました。ブルーレイ付き限定版には新曲のミュージックビデオも入っています。ぜひいろいろな音を感じてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミツドットコム編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今井あさみが実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったおすすめゲームは iTunes ストアさんで配信中の iOS 用ソフトバッドランドということで、すでに予告動画の方で私の華麗なるプレイの方が皆さんご覧いただけていると思いますけれども、光と影が織りなす幻想的な世界でふわふわと浮く影のような謎の生物を操りゴールを目指していくゲームでございます。操作の方法は指1本、画面を押している間は上昇して離すと下降する、それだけで操作していくんですよというふうにいただいたんですけれども、私最初その加減が全然わからなくてですね、もう完全にあの黒い物体の子がですね、あっちにぶつかりこっちにぶつかり最終的には粉のようにこう散っていくというね、完全にバッドランドでしたね。これ海外のゲームなんですよね。なんでこうちょっとわからないんですけれども、ひょっとしたら作ってくださっている方の創造物なのか、はたまたその国では実はメジャーないわゆる真っ黒クロスケ的な雰囲気のものなのか、もしくはトイレの花子さん的な感じのそういう生物なのかも私は今ちょっとわかんないんですが、ただ本当にね、慣れてくるとスー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 っていけるんですが、コツがありましたね。思いっきり押さないって感じでした。結構私飛ばなきゃって思った時に過剰に押してしまう癖があって、この手のゲームをやるときにいつも悩まされる出来事だったりもするんですけれども、まっすぐ進めない病ですね。グイーン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 ってやってるうちにスクロールが結構面が進んでいくと速くなっていくのでついていけなくなってしまうんですよね。その点ミオちゃんはスススススッとすごくまっすぐ操れていたので、やるななんて思いながら見ておりましたけれどもね、今回皆さんにご覧いただくのを見やすくするためにお部屋を真っ暗にして撮影していたのでね、より幻想的な雰囲気を味わうことができました。でもね、ほんと色が綺麗で、私が最初に遊んだ面は本当に後ろに竹が見えてたりとか、色多分落ち葉とか木の重なり具合とか、もしくは本当に不思議な生物が向こうにもいて動物の形を模していたりとかで、面が別の面に行くと割と猟奇的な表現もあったりするんですよ。それがまたね、心をくさっと刺すような演出があったりしましたね。今回お見せした中にはなかったんですけれども、別の面を進んでいくときに割とすごくね、激しい攻撃をされたんですよ。例えるならば萩山地獄って感じかな、みたいなのでドーンって来るんですよ。でもそれスッて避けとけば平気なんですけれども、綺麗にその針の下とかに入っちゃうとプシャってなったりとか、あと自分は大丈夫だったりとかするんですけれども、背景が割とその針に痛い目に遭わされていたりとかっていうのがあったりとかして、とてもやっぱり不思議な不思議な世界が描かれていましたね。壁にね、挟まれないようにするっていうのが今回やっぱもう一つのポイントだったと思うんですけれども、なんて言うんだろうな、やっぱ押しすぎてしまうとガーンって前に行ってしまうので、こう溜まり場みたいなとこにはまっちゃったら元に戻れないんですよね。ついつい私画面をこっちに行きたいんだっていう方向を指を押してしまうんですけれども、押す場所はどこでもいいみたいなんですよね。なんでたとえ後ろ側を押しても後ろにを進んだりしないっていうことに気づいたのが撮影が終わった後でした。押そうみたいな、あ、そういうことかと思ったので、ぜひね、皆さん遊ばれるときにはそちらの方を気をつけていただきたいななんて思っ
ったりしました。あとね、途中仲間がブワーって増えたりとか、あと一人でも行けば大丈夫ですって言ったみおちゃんの一言がとてもあの心強く感じたりもしたんですけれども、あのアイテムを取らないと、例えば大きくなったりもしましたけど小さくなったりするアイテムもあったりとかするんですよね。それを取らないとうまく進めないところもあったりとかするので、アイテムはこう自分にこう必要か必要じゃないかを見定めた上で取っていくっていうのがいいのかもしれないですね。ちなみに今回私が遊んだのは一人プレイだったんですけれども、1画面で最大4人で遊べるマルチプレイモードもありますので、ぜひ人数が集まってる時にはそちらで遊んでみるのもいいのではないでしょうか。あのみおちゃん曰く、どちらかというともう最終的に誰が最後まで生き残れるかっていうのを争う感じですって言っていたので、おそらくそういうことなんだろうと思いました。あれですね、このゲームに向いてない方、もしくは一人でこうガーンって行ってしまってあーってなる方がこの SSG のスタッフの中にはいそうですね。はい、というわけで、ちなみに価格は350円税込みとなっておりますので、そんなにね、あの金額的にも値が張るものではないので、ちょっとした移動の時とかにね遊んでみるのもいかがでしょうか。というわけで、今回ご紹介したのは iTunes ストアで配信中の iOS 用ソフトバッドランドをご紹介させていただきました。今手元に私 iPhone ありますので、これからちょっと検索してダウンロードしたいと思っております。はい、それではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。じゃじゃじゃん、よいしょ。ミンゴさん、こんにちは。こんにちは。次回は以前みんなで盛り上がった Wii U の新作です。そのタイトルはゲーム&ワリオ。テレビと Wii U ゲームパッドの2画面を使った他のゲームでは体験できないゲームを遊びますよ。それでは頑張ってね、謎の司令官ミオちゃんより、といただきました。これワリオってあのワリオですよね、多分あの鼻がクーってなってて、シャ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 って笑う、ちょっと悪そうな感じだけど憎めないあのワリオさんですね。なるほど、じゃあちょっとワリオさんと遊びたいと思います。それでは来週のゲームはゲーム&ワリオに大決定。以上、ファミセンのコーナーでした。ミンゴスだよ、お便りコーナー。このコーナーはお便りがたくさん届いた時に入ったり入らなかったりするコーナーです。それでは紹介したいと思います。ゲルマンジンさんです。ありがとう。今井さん、こんばんは。こんばんは。先日おじを自分の車に乗せて出かけたのですが、その時にかかっていた BGM が今井さんのアルバムプレシャスサウンドでした。ありがとう。曲がアズールになった時に、ずいぶんしんどそうな歌じゃなぁとおじさんが一言。最初、ああ歌うのが難しい曲って意味なのかなぁと思ったら、それが違ったんです。え、どういうことでしょう。さっきからあずるあずるい夜がと、なんとあずるとは広島弁で、てこずるだとか困るという意味で、ちょっとした広島弁ジョークだったんだそうです。お隣山口県出身の今井さんはこのアズルという言葉ご存知でしたか。知らなかった、初めて聞いた。へー、アズールがテコズールってことなんですね。無限の海は、あらすごいね、アズル。おじさんかわいい。知らなかったです。山口弁では多分アズルとは言わないと思うんですけれどもね。確かにあのアズールっていうのは正式には青っていう意味があるんですけれども、なるほど、広島でじゃあなんか今後ライブがあるときにこのアズールっていう歌を歌うと、みんなちょっと今さ急にどうしたの、手こずってんの歌にみたいな感じにツッコミが来たりするんですかね。ちょっとそれはそれで聞いてみたい気もしますけれども、広島でねいつかできる日が来るんでしょうか。ということでありがとうございます。続きましてこちらのメール紹介します。ラジオネーム落とし紙 P さんです。ありがとう。僕は高校2年男子です。どうも。ミンゴススタッフの皆さん、 SSG 最近過去の SSG をポッドキャストで聞いているのですが、あることに気がつきました。僕は生まれてこの方 FF ファイナルファンタジーをプレイしたことがなかったのです。なんだと。ミンゴスが大好きな FF をプレイしたことがないなんて民族として恥ずかしいと思いました。そこでミンゴスにお願いがあります。 FF はたくさんありすぎて全部はすぐにはできないので、僕におすすめの FF を教えていただけないでしょうか。ということで、それからミンゴスが勧めてもらったものをプレイしてみたいと思います。それではよろしくお願いいたします、といただきましたよ。これ
これねメールいただいて私すごい考えました。あの FF にはやっぱりあの初期の頃と最近のものでは随分とテイストが違っているので、やっぱりあの皆さんねいろんな趣向があると思うんですけれども、やっぱりねこの FF はやらなきゃダメだろうっていう FF がいくつかあるんですよね。もちろんね、まあ、できればね玉ねぎ剣士時代から、まあ、いわゆる一からなんですけれども、やってもらうのが本当は一番いいのかなとは思うんですが、確かにねあのお時間のあれもあると思いますので、まず私が一番おすすめする FF 悩むな、どっちにしよう、どっちかな、いくつかね、まあでも自分の好みでいくと6かな、6かな。でも6って4、5を経てるから6がやっぱりいいっていうのもあるんですよね。ってことは4からなのかな。なんか割と時代で分けると、まあ、私細かいこととか正式な分類とかは分からないんですが、私の中での分類は 1,2,3 がセットになってて 4,5,6 がセットで 7,8 がセットで9が独立していて、10で11が別で10,12,13っていうイメージなんですよ。9はねどっちかっていうと6の系譜なんですよね。4,5,6,9みたいなイメージで7,8で7,8の後にちょっと間を置いて10,12,13ってつながっていく流れみたいなのがあるイメージがあるんですが、私はどっちかっていうとやっぱりこうファンタジー色の強いものがすごく好きだったりしているので、あと特に名前が変えられるのがすごく好きだったんですね。なので今の FF ってだいぶ最近の FF は名前が変えられない仕様になってるんですが、個人的におすすめはやっぱり名前が変えられる時代の4,5,6、9あたりのこの流れをおすすめしたいなとは思うんですが、でも一番最初にやるんならやっぱ6かな。いやでも5もね初心者に優しいところがあるんですよね。結構あの登場人物がそんなに多くないんですよね5は。なんであの感情移入もすごくしやすいですし、やっぱりたくさんキャラがいるとあの成長させるのも大変だと思うんですよね。そういう意味では5がいいのかなとも思ったりもするし、でもね4はね本当名作で、リディアっていう子がね序盤に出てくるんですけども、このリディアが可愛くて可愛くてしょうがなくて、私よくイラスト描いてあの机に貼ってましたけどね、それくらいやっぱもう本当に素敵なお話なんで、あーもう一個に絞れないよ、もうちょっとサイコロとかで決めたい、サイコロで出た目で決めたいみたいなね感じですが、でもじゃああえてこれっていうのを言わせていただきたいと思います。それではあなたが今後遊ぶ FF は読んで4でお願いします。4は結構キャラも多いです、出てくるキャラも結構多いですし、あのストーリーが結構 やつぎばわにいろんなストーリーがガガガガってくるんですが、もう最後の方のそのストーリーのガッと一体となった感じというか、いろんな分岐してたストーリーが一つにつながった時のあの感動は今でも忘れません。特にあのラスボス倒す時なんかにはその感動が走馬灯のごとくさーっと蘇ってくるような、それぐらい感動できるストーリーとなっておりますので、じゃあぜひお年神 P さんは4から始めてみてください。あの簡単に遊べるねこう携帯機なんかでも出ておりますので、はい、それで始めてみるのがいいのではないでしょうか。でもね全部やるといいと思うよはい、それでは続きましてこちら、ラスカルさんからいただきました。あさみさん SSG のスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。4月27日のアニメイト横浜のイベントに参加させていただきました。ということはこのラスカルはあのラスカルではないか。ついにご本人からメールが来ました。あさみさんの CD イベントは初参加だったわけですが、なんと最前列、それだけでも足がガクガク心臓がバクバクして死にそうだったのですが、まさか私が勇者になってしまうなんてそれは思わなかったでしょうね。あさみさんに握手をしてもらったり、ディアダーリンの歌詞を変えて歌っていただいたり、さらにサイン入りのポスターもいただいてしまうという、なんといろんな意味で非常に忘れられないイベントになりました。イベント終了後ツイッターを覗いてみたら、イベントに参加されていたフォロワーさんからポスターおめでとう、返却してくれてありがとう、ひたすらいじられていたね、おめでとうかっこ笑い等の内容のリプライが続々と来ていました。さらにその後仲良しなフォロワーさん3人とご飯を食べに行ったのですが、そのうちの1人が実況のツイートを見ていたらしく、
勇者は君だったのか、話聞かせてよと言われてしまうなど、あさみさんにもフォロワーさんにもいじり倒された一日となりました。非常に美味しい役どころありがとうございました。ということでね、勇者ラスカルからお手紙が届きました。ありがとうございます。ね、最前にあまり見かけない女の子がいるぞっていうのは、実はイベントが始まった時から目はつけてはいたんですあ、この子知らないと思って、名前聞きたいなとは内心思ってたんですけれども、まさかね、じゃんけんに勝ち残っていただいてね、しかもポスターを返すという選択をしてくださったんですよね。しかもポスター持ってなかったのにポスター返してくれるっていう英断をしてくださったっていうわけで、あの時私の中では、まあ終わったら、これまあゲームみたいなもんだから終わったらポスターあげようと思ってたんですけれども、あまりにもうるうるした瞳でこっちを見るもんだから、なんかほんといじめてるような気持ちになってきちゃって。ごめんね、大丈夫。そこをなんとか、うんって言ってって思いながらちょっと念を送ったりとかしてたんですけれども、とてもね、気持ちのいい、宣言を高らかにしていただけて本当に嬉しかったです。彼女に当たって本当に良かったと思いましたね。それもちろんね、先に当たったもちろんクラゲくんもね、空気を読んでくださって、クラゲくんはポスターをもともと持っていたから返すことには全然ね抵抗感がない空気感を見せてくださっていたので、ちょっとしたプレッシャーをかけたりもしましたけど、確かポスター持ってるよねとか言ったら、あ、はいみたいな感じでね、こう返してくれたので流れができてありがたかったなと思ったんですがね、まさか勇者ラスカルがね、メールをくださって、しかも喜んでくださっていたということで良かったです。これでもうまさみさんのイベント怖いから行きたくないなんてなって言ってたらどうしようかなって内心思っていたので、メールをくださったことで私もなんかちょっとほっこりしました。ありがとうねラスカル、ということで、はい、というわけで、いやいや本当に皆さんからもですね、いろんなメールをいただいてるんですけれども、なんといっても今日はライブ当日でございます。今日までですね、本当にいろいろな準備をしてまいりました。で、今回本当に私もチャレンジなことが割と多いんですよね。去年の誕生日チャレンジは本当にチャレンジとはいえ、まあ、鬼面組メドレー全曲歌うっていう私独なものだったんですけれども、今回のチャレンジは私にとってもとってもこう経験値がまた増えそうなこうものになって、もうなんかね、ネタバレしそうで怖い。そんな感じのものを用意しておりますので、いらっしゃる方はぜひ楽しみにしていただきたいと思います。特にブルーステージの方は、石川ねちゃんがね、ブルーステージのみの参加ということになっているので、はい、また違ったね、演奏のこう表情を見せてくれるんじゃないかなと思ってますし、前回のプレシャスサウンズの時には隠しまくっていた彼女のね、テイストが存分に発揮されているのではないかと思っております。ちなみにパンフレットをお買い求めいただきましたらですね、まずは屍ちゃんをご覧いただくのがいいんじゃないかなと思っています。これを見たらみんな、あ、この人は屍ちゃんと呼ばれるかもしれないというのがわかるんじゃないでしょうか。皆さん自分でね、写真を選んでいただいたりもしたんですけれども、今回使う写真出してって言ったら全部変な写真送ってきやがりました、あいつ3枚ともでびっくりして、うん、消去法で今回採用されたものが使われておりますので、いつかまたね、そのボツになった写真皆さんにお見せしたいななんて思ってますけれどもね、はい、そんなんだったりとか、はい、またそこをパンフレット見たら新しい面々もいたりもしますのでね、ぜひ始まる前に推し面を探していただければと思います。もちろん変わらず僕はファイヤーさんだって方もね、いいと思います。私もファイヤーさんをね、ファイヤーさんと今回ガンガン絡みに行きたいと目論んでおりますので、ただサックスとどう絡んでいいのか、今必死ファックスって言いそうになっちゃったサックスと絡むにはどうしたらいいのか、まだスキルがないもんですから、おどおどしながらね、近寄っていくと思いますけれども、ファイヤーさんがきっと迎え入れてくれるのではないかと思っております。はい、というわけで、あ、ちなみに先ほど私電池式のサイリウムと言ったんですけれども、今回電池式じゃないサイリウムも販売しておりまして、これ私と小浜田 P が別の人のライブに行った時に、普通のちっちゃいサイリウム折るの楽しいねって言って、うちでもこれ使いたいねって言ったのがきっかけだったりしてます折るの楽しいって言いながら折ってましたはい、というわけでぜひこちらもお買い求めいただけたら嬉しいななんて思ってます。以上、ミンゴスだよお便りコーナーでした。原由美のセカンドシングル「蛍火」が好評発売中です。
タイトルチューンの蛍火はコープスパーティートーチャードソウルズ暴虐された魂の儒教のエンディングテーマになっています。全部で3曲入りですよ。とっても切なくてでも温かい素敵な楽曲が出来上がったのでぜひ聴いてくださいね。ウェブラジオ今井麻美の SSG 初の音楽 CD がついに完成。オープニングテーマスパークルからライブの定番曲ストラグル、リスナーの皆さんと作った宝物など全6曲を集めた珠玉の1枚です。初回生産版はゲッターズ飯田さんが私を占うトーク CD 付き、豪華ボックス仕様&会員証付きの今井麻美の SSG シンガーソングステージ発売中です。会員ナンバー5番ミンゴスからのお知らせでした。というわけでエンディングでございます。いやー星屑のリングもきっと歌うと思います。私の知る限りセットリストには入ってましたよ。これぐらいはいいよね。でもひょっとしたら今回皆さんわって思うものも日によってはあるかもしれないので、そちらもねサプライズ的なものも用意しておりますので、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。1日目と2日目が同じだと思うのよ。どうも今井麻美でした。というわけでそんな星屑のリングの発売がどんどん近づいてきてますね。こちらは劇場などでも公開されましたアニメコープスパーティートーチャードソウルズ暴虐された魂の儒教のオープニングテーマとなっております。発売日は6月の26日通常版と PV を収録した DVD 付き限定版の2種類を用意してますよ。ぜひご感想の方お待ちしておりますのでお買い求めいただければと思います。そして2012年12月22日に行われましたクリスマスライブのライブブルーレイ &DVD が発売されます。発売日は4日後の5月29日。私や原由美ちゃんプラス A メンバーの大仁コメンタリーも収録されております。はい、こちらでですね私とってもとっても今もねくじけそうになるんですよ。今回ライブ乗り越えられるかなって思った時にこのプレシャスサウンズの映像を見ると、あ結構私頑張れてんじゃんって思うのでそれを糧にまたこのブルーステージとオレンジステージ頑張ろうっていう風に思ったりしているので、私の中ではもう常に携帯品となっておりますので、ぜひこちら皆さんもですね何かあった時に見ていただけるぐらい元気が出る、ライブ DVD となっておりますので、ブルーレイの方もぜひお買い求めいただければと思います。そして SSG200 回突破を記念した SSG ボーナスステージ第6弾初の音楽 CD 今井麻美の SSG シンガーソングステージが発売されました。スパークル、リグレット、海と空と君とストラグル、傘下の祈り、そして新曲の宝物を収録したディスク1に加えて、初回生産版は占い師のゲッターズ飯田さんをゲストに招き、トークを収録したディスク2の2枚組となっております。各所からこのトーク CD に対する感想メールなんかも来てるんですけれども、ね、ネタバレになっちゃうんであれですけれども、個人的にその感想メールを見ながら思った一言、今年の私のテーマは M だなって思いました。これきっとトーク CD を聞いていただいた方は何を指してるかが分かると思います。M でございます。はい、というわけで番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおたぎておたなど各コーナー宛に送ってくださいね。宛先はファミツドットコムの応募フォームまたはホームページに書いてあるアドレスから、メールで応募する際は題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2013年6月1日土曜日となっておりまして、久々のそうでもないなライブが終わってます。ライブが終わって1週間経っておりますのでね、どんな感じになっているか、ただ皆さんの感想メールは多分間に合ってないと思います。空気読んでください。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、はい、皆さんぜひライブ楽しんでください。そして来られない方はぜひライブ DVD ブルーレイを見ていただいてですね、私が見てほしい、こんだけ見てほしいと言ってたんだっていう気持ちを受け取っていただければと思います。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井麻美でした。